今週もくんごぼんごをお聞きいただきまして誠にありがとうございました。この後収録に来ている倉科翔くんを捕まえましてですねここで何かやってみようかなと思います。今日スタジオゲストには、ドッグハウスダディの小島店長いらしております。いてもらおうかなと思いますで、まあ、せっかく捕まえたので、なんかセッションしようと思うんですけれども、何しようか、どうしましょうか。うん、じゃあまた例によってじゃんけんで始めた方に合わせる。わかりました。せーの、最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ。はい、どうぞ合わせます。勝った方にでしたっけ。うん、あ、そっか。あ、ど、まあ、ど、え？どっちでしたっけ。あ、どうぞどうぞ、まあいいや。はい、じゃあ始めます。始めます。はい、はい、お願いします。今日は僕はスタジオのゴミ箱を使ったありがとうね、翔くんね。お邪魔しました。お邪魔しました。お邪魔されました。小島店長、ありがとうございます。ありがとうございます。最後の一発のために言ってもらった。言ってもらった。あのさ、翔くんとこはさ、はい、ペットとか いたりいなかったりしたことはあるの？あ、でもずっと実家は犬を飼ってますね。おー、なるほどね。はい、そっか。あれ、ドッグハウスダディの小島さんは会ったことは？前、以前、某一応、うん、たまり場でほら。あ、そうだ、某たまり場でね。某たまり場です。あの軽井沢の。そうです。そうです。某たまり場。某たまり場。はい、うん。カワンルマーっていう。ミュージシャンは、なんかこう、うん、こうギャッって人だと思ったら、うん、こんな高青年の人がいる。それこそ先週の放送動画で言えないような、うん、あのほら、うん、あれ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 の、あ、なんだっけそれ、酒とああそういうイメージだった。こんな、うんうん、こんな高青年が、あれでしょ、セックスドラッグロックやめろ人がぼかしてればいや、いいよ、後動画なんだもん。あそこ後動画だから全然いいんだよ。問題ないです。そう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 、いやだから翔くんの、倉科翔くんのことは、うん、僕は肉食雑草系男子って呼んでるの。肉食、また面倒くさいわ、うん、だからこう見えて草食系男子って言われるでしょ、うん、言われる。いや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 、食虫植物系男子今いずれにしろ肉食だってこう待っててさ、あ、そうですね、あ、そうね、そうね、自分からはいかないみたいな。あ、あ、そう、そんなことないです。そんなこともないです。まあね、力強い男ですよ、はい、我思うに、はいはい、ね、なんかそう、あの犬とか飼ってて困ったこととかはあったこと、はい、なんかあったかな、うん、でも今は、うん、川上犬を飼ってる。うわ、すごい、天然記念物で。そうなんです、そうなんだ、うん、今川上犬が、あのね、飼いたくて飼える犬じゃないんだよ、はい、川上さん、うん、いや違うよ川上さんは、うん、そうなんですよ。ただちょっとその、まあ、血統書付きの犬じゃないですか、うん、少し、うん、おバカって困ってますね。ちょっと散歩が下手、ね、散歩下手なんですよ、ね、もともとだから寮に使ってた犬だから。ああ、猟犬ってまたね、家庭犬と違うんだよ、うん、もう本能の匂いをザーッても引っ張るぐらいじゃないと、猟欲がもうガーッて来てる犬じゃないから、ね、うん、なるほどね。そうそうそう、あ、じゃあ割とこう、なんていうか、暴れん坊
が多いってことですかね。もう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 。うちのは逆なんですよ。ビビりで、へえ。ビビっちゃって、あとあのマーキングするじゃないですか。散歩すると、はいはい、配分ができなくて、うん、最初の 2,3 回で全部出しちゃう。あちょっと悩みが。あ、しまったってやつ。そうですね。逆にさ、それをマーキングさせないように持っていけば。あ、させないように。あのね、今ね、外でちょこちょこマーキングさせるのはマナー違反って風潮になってきちゃってるから。あ、そうなんだ。そうそう、だから結構やったのもペットボトルで水かけて、そうそう、水かけてる。確かにしてます、ね、そうそうそう、うん、だからあの自宅で今は散歩前におしっこさせて、散歩中はちょこちょこおしっこさせないっていうのが。あ、そうなんですね、うん、だから逆にいいのかもよ。あ、そうね。じゃあ本当最初の1回を家の前にしておいて、うん、あとね、おしっこした時に思いっきり褒めてやると、おしっこすると褒めてもらえるんだよ。うんうんうん、あ、覚えるんです。そうそうそう。なるほどね。あ、ちょっとそれでペットボトルでシューってマーキングの意味なし。うん、それかほら、あのほらトイレシートを玄関出たとこでこうやってやって、ここの上でおしっこをうんちをするようにしとけば楽だから。うん、そうね、うん。でも家の中ではできるの？家では。外で買って、あー、そっか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 、そうなんですよ、ね、なるほどね、うん、そうそうそう、外側ぐらいがちょうどいい場合もあるんだよね。そうだよね、うん、そりゃそうだろう、ね、室内だとずっとね一緒にいると間違ったシグナルもどんどん入れちゃうから、うん、あ、昔ぐらいのそれぐらいのちょっとした距離感があった方がね、犬と人間にとってはいい場合もあるし、そっかそっかそっか、そうそうそう、なるほどね。深い話、真面目な話しちゃった、しちゃったね。勉強だ。今週の訓語本語、メール読めなかったのはこれだ。ラジオネーム頑張れまこちゃん、いつもありがとうございます。月間テーマロックなエピソード。4月11日が誕生日の僕は18歳、高校3年生の時、クラスの誰よりもいち早く車の免許を取得。うわ。 A さんの家を後に B 君宅へ向かう途中に初めての検問。もちろんお酒を飲んでいないので息だけに、意気揚々と警官に息をはーっと吹きかけたところ、突然場の雰囲気が緊迫したムードになりました。あら、お兄さん何か飲んだとの問いに、僕はいや何も飲んでいないですけどと答えると、警官は腑に落ちない感じでした。車の中を見せてもらっていいと言われ、ドキドキしながらも車内検査。警察署前での検問だったこともあり、異変を感じたのか、署内からも数人の刑事さんらしき人も出てきて、車の周りは複数の警察関係者に囲まれました。何か匂うけどアルコールチェッカーには反応なし。警察署前が騒然となりかけた時、一人の刑事さんが何か口にしたものとかあると聞かれ、その時初めて A さん宅で晩ご飯ごちそうになった時に納豆味噌汁を飲んだ。当時はまだ一般的ではなかった納豆味噌汁の匂いが事の発端となった初めての検問騒ぎでした。ロックだろう。てかお酒の匂いに勘違いするかい。納豆味噌汁を飲んだことが俺ない、まだ。あ、そうなの。確かに、いや、ないかもしれないです、うん、でもちょっと発酵してるあれですかね、なんか発酵食品のしてるかな、マッチングでなんかで、マッチングで胃の中でさらに発酵するから匂い成分でアルコールっぽいのが出てくるのかな。でもなんか検問の時にあの息、うん、ハーって吹きかけるのはためらうよね、飲んであれね。そうだよ、だって小島さん飲まないもんね。飲まない飲まない、うん、あ、そうなの。飲まない。そう。飲まれる方で。ほら。ビール一杯で飲まれちゃうから。そう。でいつもね、小島さんとご飯食べに行こうって言うと迎えに来てもらって。あ、そうなの。そうなの。あのね、俺の車の中さっき臭くなるんだ。飲んでない人はすごい感じます、ね。もうすっごいくる。全然。本当いいよね。まあそんなわけで、小島さん何か今日の放送で言い残したことはありますか？なんだろう。ごめん、弱い。ん？何がよ。酒に弱い。いやいやいや、うん、アドリブ。アドリブ、そうそう。あ、大丈夫よ別に。じゃあ翔くんはこの後、はい、毎週火曜日の6時半から。そうです。ね、グッバイエイプリルの、夢で会えたらは違うわ、それはあの夢で会いましょう、アメフラシカルトとだ、その後の時間で夢で会いましょうだ、夢で会えたらまた違う番組になっちゃうんだ、めんどくせえな。グッバイエイプリルの、
はい、はい、リメンバーズ、リメンバーズ、全然違う、夢一つも出てこないじゃん。いや、それでそれが18時半から、そうで19時からが夢で会いましょう、うん、が、アメフラシカルテット違う、何、また会いましょうだ、そうだ、また会いましょうだ、ま、夢なかったやっぱ。まあさ、アメフラシカルテットに夢はないわな、確かにな。サナダリ君のアルツハイマー発症の瞬間であった。うるさい、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 うるさい。というわけで、訓語本を楽しくお送りしました。また来週。